うちは赤と緑ですね。グリーンと赤が主ですね。紫と赤とオレンジ。今のところその赤とオレンジと紫はそこまで変わらん、うん、緑はちょっと調子よなかって思った、うん、何の色かというと、海苔養殖にはなくてはならないこれ、網です。ではなぜ人によって色が違うのでしょうか。熊本県の大地製網にやってきました。果たして網の色の謎は解けるのでしょうか。大地製網は海苔養殖用の資材を中心に製造するメーカーで、海苔網のシェアはトップクラスと言われています。ここが海苔網の仕立て工程になります。で、仕立て工程は4工程に分かれておりまして、今ここで耳付けをしております。ここでは糸とロープを縫い付けたり、網を切り分けて重ねるなどの工程が手作業で行われています。で、これは佐賀の網ですけど、一目一目糊が取れますようにという感じで縫っております。今作っている網は来シーズンのもの。東北から九州までの広い範囲で使われるため、糸の長さや四隅の形が違うなど、その地区にあったわずかな違いがあり、数千種類に上るといいます。海で糊を取るっていうのは荒い波の時もありますし、やっぱり一番仕立てっていうところが良くないと、いい品質の糊は取りにくいということですので、重要なところだとは思います。そこで営業担当の黒田さんに網の色について聞いてみました。オレンジ、赤、青、緑で白と紫、大まかに言えばこの6種類になります。基本的にはこの6色ですが、オレンジと白以外はそれぞれ濃淡をつけることができるといいます。まあ、一番奥出てるのは緑の網が多くで、続いては赤の網が多く出てます。そこで生産者の言葉を黒田さんにぶつけてみました。熱の持ち方が違うから、その 目痛みしたりとか、乾きすぎたりとか、乾かなかったりとかするんですよ。色が濃い色の方が糊網は乾きやすい性質があります。秋目と冷凍ってあるんですけど、やっぱ水温が違うんで、それに合わせてその色を変えてらっしゃるっていうのをお伺いしたことはあります。場所でも違うと思うよ、うん、南川西と小田熊でも違うろうし、また西部とも違うろうし、やはり干満の差が、各地区で地盤の高さで違ってくるんで、そこでもやっぱりその選ばれる色とか色の濃さは変わってくるんじゃないかなと思います。個人差というか、管理の差でも違うとは思うんですけど、網の色によってやっぱり海苔の成長が違うのはもう全然違うみたいですね。もうどの色がいいっていうのは一概にはもう全く言えないと思います、はい、どの色が優れてるか、海苔養殖に合ってるかっていうのが分かって、で それが本当に優れてるのであれば、もう有明海の網の色はもう一色になってくると思いますので。長年有明海の海苔養殖について研究している県有明水産振興センターも、乾き方など色によって差がある傾向は見られるが、しっかりとしたデータは取れていないとしています。一番はもう自分の養殖スタイル、それの手に合った、色を選ばれているのが多いと思いますので、
いい海苔を取ろうとするお客様のこだわりでやっぱり色を選ばれていると思います。また種の種類別やいつ買った網なのか分かるよう購入した都市別に色を分けるほか、白い網や汚れた網を自分で染めたり、トップクラスの生産者の色に同調したりする場合もあるといいます。やっぱり環境が毎年違うんでですね、もう本当色も含めてなんですけど、まあ、どれがいいこれがいいっていうのは本当に一概に言えないのが海苔養殖の深さと、まあ、難しさでもあるんでしょうけど、新色ですか、生産者の方がこの色を欲しいという声が上がれば何色でも作ろうかなと思ってます。19年連続日本一を目指して、まもなく種付けが解禁される県産の海苔。今シーズンは少し網の色を気にしながら美味しい海苔ができることを期待しましょう。はい、ではここから取材した川並記者です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すごく面白いんですけれども結局のところですよ、海苔の網の色と海苔の出来の因果関係、これどうなんですか。関心あるところなんですが、現時点で成長と網の色との因果関係は科学的にははっきりしていないそうなんです。そうなんですね。漁業者の皆さんの話を聞いているとすごく奥深いんですね。ちなみになんですが、使い終わった網はイノシシよけのネットとして再利用したり、沖縄のもずく養殖の網として再利用されたこともあったということです。将来的に、ね、この網の色とその海苔の出来のなんか因果関係のデータみたいなのが、ね、気になりますね。あるといいですけどね。初江さんはどういうふうにご覧になりましたか。漁業者の皆さんの研究があるからこの美味しい海苔が作られるんだなと思いますけど、漁師の人たちって海の中って見えないでしょ。見えないけどイカ取りさんも光る餌を作ったり家具を作ったり工具を作ったりっていろいろ光り物に反応するんですね、はい、だから海の中ってやっぱ派手な色とかやっぱ色にやっぱつくって言われてるんで、なんか一理あるかなと思います。そうですね。いや今後もちょっとどんな風なデータが集まるのか注目ですね。はい。